に見てくれた人全員マブダチナのコーナー、よいしょー。さあというわけで、今回のゲストこちらでございます。提灯あんこです。誰が提灯あんこだ。深海の奥底にいる魚じゃないんですよ。笑いを届けに来ましたよっつってね。あ、サンタクロースが、はい、ちょうだいちょうだい。袋は、え、お笑いがいっぱい入ってる袋。お笑いの、うん、あ、それがいい、ちょうだい、うん、はい、これこれで、すごい、量子いけんしろ、お前は。いやね、まあ季節は変わりましたけども、何から何に変わりました？秋から冬にね。うん、変わりましたね。はい。秋がちょっと短めでしたね、今回ね。そうですね。うん、暖かい時期が長く続いたのでね。秋一番好きなんですけどね。うん、僕もなんですよ。あ、そうなんですか。だって秋生まれですね。あ、そう、10月24日ですから。あら、秋に生まれた子なんですよ。おー。だ、本当に紅葉とか好きだし。はい。うん、山の幸、秋のね。はい、松茸だったり、キノコ類ね、はいはいはい、山菜、うん、あの大好きなんですけども、はい、今年は短かったな、秋。ああ、確かにね。なんて言ってますけどもね。ねうん、いやー、にしとり何なんでしょうね。本当にね、このままでも温暖化が続いたら、はい、本当秋なくなっちゃうんじゃないかなって。いや、そうですよね。どんどん、ね、春もなくなってきてますからね。そうなんですか。はい、春もどんどん短くなって。ってなるともう夏と冬だけになる。はい、もう四季折々とは言えないですよ。二季折ですね。だからね、半分になっちゃうから。そうですよ。折々ももう半分なんだから。二季折。二季折。ね。うん。折二季なんか言っちゃって。逆にしちゃってね。ね。うん、でブレイキングダウン出てんじゃねえか。うん、あいつ折二季だなんて言われて。ね、おいこれっつってね。うん。出せるかこんな動画。そんなことよりですよ。何？またこの YouTube でですね、うん、新しい企画がまた始まるんじゃないかと。何？はい、この新喜劇のチャンネル内で。あ、あれでしょ。見たわ俺なんかで。すごい楽しそうだった。カンペツアー今やってるじゃないですか。はいはいはい、はいはい、出前ツアーをね、うん、今全国回ってるんですけども、うん、この間岐阜に行った時にですね、ちょっと事前に僕とレイチェルだけ前乗りしまして、うん、その土地土地の土地土地、土地土地でいいですよ。あ、土地土地。土地土地の場合は点々つけなくていい。その土地その土地の、はい、うん、のその絶品グルメをお、はい、紹介するっていうね。はい。今更もうそろそろ出前ツアーが終わりかけてるこの時に、うんうん、その YouTube を撮りに行きまして。なんでもっと早く動かなかったの。いや、わかんないですよ。しかもその一発目が僕とレイチェルということで、まあまあでもいいファニーなメンバーなんですか。はい、うん、でまあこれがまあまた初回よかったら続いていくっていう。なるほど、はい、大丈夫ですか。いや、ね、過去にあったんですよ、うん、本当に千日前ワイティーズっていう、ね、ワイティーズだよね。ワイティーズの匂いしかしないよ、はい、今んとこ。前編後編の動画が2本あるんですけども、うん、前編の動画で今のところ配信中止というとあの伝説のね、あともうちょっと気になってた、はい、前編、うん、あんま前編っていう前編後編と土地土地前編ちょっとやめてください。本当に恥ずかしい。まだ間もないの日本に来て。本当ねびっくりしてます最近。自分でも自分の方も本当にね、こう沖縄を下げるあれではないんですけども、うん、今週健太くんが一緒なんですけど、はい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 、沖縄県民の、うん、で健太くんがどうやらつい最近判明したんですけど、うん、1週間を8日間だと思ってたらしい。あ、やばいね、はい、やばいよね、すごいずれてるね。そうなんですよ。月間水木金土 日それは分かってるんですよ、うん、でもあいつの中でどっち謎の空間があるんですよ。どう日の後どっちいや、そのどっちどっちじゃない。違いますから。じゃあ見どころの方、あ、はい、見ていきましょうかね。はいはい、アキスケのアイドルとスパッツは裏切らへん。なるほど、はい、アキさんの、はい、週でございます。ね、新喜劇人生初めての役。あ、タータ君が、はい、どんな役だったんですかこれは。オタクの役でございまして、はい、意外にやったことないんですよ、ね、あ、そう、はい、やってそうだけどね。そうなんですよ、うんうん、やってそうだと思ってる。いかがでしたかやってみて。あー、でも向いてるなと思いましたね。あ、そうですか。はい、ほんとちょっとこれ見てみたいですね。はい、たまたまね、うん、一之輔師匠と、うん、太田さんと、うん、カバと、ジャボリと、うんうん、で僕の、うんうん、オタク
5人組。だいぶ多いね。だいぶ多いです。1人かと思ってたら、はい、5人も5人グループのお宅でやってきますので、ね、なるほどね、はい、もう見た目から面白いので、ぜひともそちらも注目お願いします。はい、お願いします。はい、そして次、こちら、はい、ゆうちゃんの涙。ね、うん、毎回ゆうちゃん泣くんですよね。ほんとに。バカにしてんの？ほんとゆうちゃん泣く。よくないよ。今の言い方よくないよ。芝居がね。ほんとゆうちゃん泣きます。今の言い方よくないよ。それゆうちゃんの涙流すという芝居を褒めているのか、それとも、ね、褒めてるんですよ。その場合によっちゃ、聞き方によっちゃね。あの子ね、もうね、泣きゃいいと思ってるんですよっていうふうに聞こえたよ、今の。リスペクト。リスペクトね。ちゃんとリスペクト。ちゃんと感動のシーンで涙を流せる女優さんだと。はい。はいはい、はい。やっぱりすごいなと。やっぱり次世代がすくすくと育ってきてるなと。うん、すくすくと。はい。いいですね、こちらも見どころでございます。そして最後、こちらでございます。うん、はい。アキさんワールド全開でございますね。おー、なるほど。はい。毎回ですね、やっぱりアキさんの新喜劇といえばというか、うん、もう本当にアトラクション。あ、もう本当にね、あれもあるんですね。あれもありますよ、うんうんうん、もちろん。あの、アキさんの、はい、あのケツから、はい、あれが出るやつですね。ケツから出ますね、うん、何でしたっけ、何が出るんでしょう。ケツからもう、うん、あれが出ます、もう、うん、ポップコーン、そうだ、ポップコーンが出てきて出てきて、で、その中でもポップコーンが、はい、その、熱を帯びすぎて、うん、で、爆発して、はい、だからもう爆発して、逆にどっちがアキさんがポップコーンなのか、うん、ポップコーンがアキさんなのかわからないっていうね、うん、なるほどね、シーンは全くないんですけども、うん、それ本当にできたら売れるからねすいません、ふざけちゃった、ね、はい、まあ、アキさんならではのいろんな仕掛けがあると、はい、まあ、そうでございます、うん、もうね、もうもうご存知の通り、うん、大好きなキャラクターがね、あ、もうね、はい、出てきたりだとか、うん、ね、もう途中でですね、うん、後半にまた巨大な物体が出てきたりだとかね、楽しみですね、僕の大好きなシーンでございます。なるほど、 ね、もう、はい、そちら皆さんぜひぜひ、はい、お茶の間でチェックしてみてください、はい、ということで、今回のゲストは田畑正人くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。